もしや音楽堂。こんばんは、かもしや音楽堂始まりました。パーソナリティの川越在住ミュージシャン藤井浩一です。そして小江戸ビール代表の朝霧茂春です。さあ、2人でですね、毎回毎回音楽を持ち寄り、音楽を聴きつつ、そしてビールを飲みつつビールの語るというね、ビールを語りビールを飲むっていう、ね、語りながら飲むというね。そしてただ飲み会じゃないんですよ これねあのきちんとあのビールの歴史、そしてスタイル、もうあくまでもね、はい、勉強です。これはあくまでもあの清き正しい勉強なんですよね。もうね、はい、もう毎回毎回本当にあの新しい出会いがありまして、でもなんかこういう学習っていいですよね。なんか私は、ね、うん、あのやりながら思うんですけど、はい、楽しく学ぶってまさにこういうことなんじゃないかなっていう、ね、そう、学ぶっていうとなんかどうも嫌々学ぶっていうニュアンスがなんかちょっと強すぎる感じがしてね。なんかもう自然と吸収されていくっていうんですか、楽しいです ね、もうビールもこう体に吸収されていき、知識もこう砂漠に水がこう吸い取られていくようにですね。これはね、本当はあの、はい、毎回飲むわけですけども、うん、あのまあ、今毎日継がれてますけどビールがね、はい、まずはこの色からね、そうですね、入りましたよ。まあ、今日は大体もう藤井さんもあのこのずっとタームをやってきていただいたので、ね、いろいろこうコメントしていただくと、今日はちょっと濁り系です ね濁りですね。で濁りももう全く驚かなくなっている、ね、はい、普通のビールの感覚だとね、もう透き通って黄金色、え、大丈夫これなんか悪くなってるんじゃないのっていう、ね、これなんかなんかいろいろちゃんとあのね、ろ過してないんじゃないのっていう ねなんか思われるかもしれないんですが、まあ、まあこれはこれでこういう正当なんですよね、はい。まあ、毎回毎回登場するビールがこれは何たるかっていうことをね、後々、ね、解説していただくのが非常に楽しみでございますけど、はい、まあ、音楽音楽でね、毎回何が出るかわからない、そうですね。まあ、今日もなんかこうね、こう書いてありますけども、ね、はい、こんなの来るのかな、こんなのがっていう感じですね。今日もですね、はい、まあ、一応聞いてみるとね、はい、並べて聞くとなるほどみたいな感じもありますが、はい、さあそれでも今日も楽しく始めましょうか。はい、まずは乾杯。かもしや音楽堂、この番組は小江戸ビールの提供でお送りします。これまた、なるほど、そう、こう来ました、うん、はい、これは何ですかね、これ、うん、そうそう、うん、久しぶりですよ、うん、あの2週目入ってるんですけど、はいはい、スタイルとしてはでも本当にあの初期の頃にご紹介したタイプだから、うん、はい、これ本当ですね、もう室賀ですね、室賀ですね、うん、やっぱこの濁りが、はい、そう、この濁りが特徴、室賀ですね、そう、この濁り、それからさっきあの藤井さんにサンプルとしてお継ぎしたビールに、はい、泡がもう、そう、結構カップの上にこうですね、盛られてたと思うんですよね、もう泡の立ち方がすごい、まあ、これもやっぱ特徴ですね、はいはい、まあ、後ほどここはあのレクチャーいたしますので、うん、あ、これはでもなかなか美味しいです ね、なんかまたね、はい、こう秋からこれから冬にかけて、はい、まあ、食い物もいろいろうまいわけですよね、ですね、うん、まあ、言ってみれば川越祭りで、はい、まあ、終わりましたけど、終わりましたね、散々やっぱビールは飲みました ねやっぱりこう日本の祭りとアルコールというのはやっぱり本当に切っても切り離せない関係がありますよね。もう本当ですね、当然のごとく飲むというね。やっぱりもともと氷川神社様の例大祭として川越祭りもあるわけで、はいはい、まあ、神社にはやっぱりこうおみきとしてお酒をっていうのは、もう日本のやっぱり本当にもう我々日本人の中に本当にもう染み付いている、ね、おみきですからね、おみきですよ、はい、そういったやっぱり重要な文化の一角を成していて、はい、まあ、まあ、出汁がね出るときは出る前にみんなでちょこっともみきを飲んでですよね、出発して、うん、で帰ってきたら、はい、お帰りなさいって言って、まあ、おみきを飲むっていうね、そう、まあ、本当に生まれた時から亡くなるまで、乾杯から献杯までっていうのが私たちの人生ですから本当ですね、そう、献杯ね、献杯までもう最後までお酒を捧げていくっていうですよね、献杯ですね、うん、献杯ですからね、はい、いやいや今日もね本当このまあ、これはもう本当こうずっと回を重ねてきて見慣れたビールですけども、うん、感じとしてはね、そう、こう外観としては見られてる感じだと思うんですよ ね、うん、まあ、これもでもね改めてこうどんなビールどこで作られたのかとか その辺もちょっと楽しみですね、はい、なんか可愛らしいパッケージ缶ですけども、
ね、うん、なんかこれはこれでいいな、いい感じですね、はい、さて今日の音楽ですね、まあ、今日も持ち寄りましたけどもね、うん、持ち寄りましたけどね、何が出るのかっていう、そう、まあ、毎回基本的に制作会議ゼロですからね、はいはい、あの本当にこの番組をやりましょうって言った時だけですよね一種制作会議的な飲み会をしたのが、あとはそれもでも飲み会でしたね。あとはフォーマット作ったらね、フォーマットができてしまったらあとはもう、はい、何を並べるかっていう、うん、ということですもんね、だけですね、はい、まあ、毎回朝木さん何を持ってくるのかなって、まあ、お互いそうはまあそうでしょうけど、はい、今日はこれですかっていう、そう今日はこれなんですよね、なるほどっていうね、やっぱこの辺はやっぱりこう絶妙に直近の出来事とかにやっぱり影響を受けてるんですよね。だから藤井さんお囃子やられるじゃないですか、はいはいはい、まあ、お囃子って一種こう民謡じゃないですか。そうですね、民謡、あ、民謡ってやっぱりいいなっていうのを、うん、なんかこう、こういうのをなんか私たちが例えばこうヨーロッパの教会とかに行ってパイプオルガンとかでこう、教会で聞くとなんかすごいこう、うん、普段その我々には分からないけれども、はいはい、あのキリスト教としての宗教、うん、でなんかこう感じるところがあるように、こう日本の祭り、まあ、一種こうそういう祈りとか宗教的な行事でもあるところに外国人とか来た時に、うん、こういうあのお囃子みたいなものっていうのは他の国にはもうやっぱないから、全く、ね、別物だから、ね、全くないじゃないですか。そうですね、でこういうの聞いた時どう思うのかなとか、ね、はいはい、ちょっと考えてたんですよね。なるほどね、うん、でそんなことを考えてたら、まあ、ちょっとこういうのもいいかなと思って、ラジオの番組なのに、これまあ割と、まあ、最近のトレンドではあるんですね、はい、これはね、なので、うん、まあ、ちょっと今日は民謡クルセイダーズを、はいはいはい、持ってきてみましたけれども、はい、まあ、最初の曲は東北からということですね、はい、民謡クルセイダーズでトラジョ様。
民謡クルセダースでトラジョ様でした。こうなっちゃうんですね。こうなっちゃうとなんかまた面白いなと思って、ね、もう民謡クルセダースってあのピーター・バラカンさんがね、そうそうそう大好きなんだよね。そうですよね。ピーターさんのイベントをよく呼ばれてますもんね。そうそうそう、ピーターさんだからミンクルミンクルって言ってますからね。ね、なんかこれ結構ヨーロッパで受けたりしたでしょ。そうそうそう、ね、私もこの間一回フェスで見ましたけどね、あ、まあ、面白かったですねやっぱり ね、 ね、はい、まあ結構だから解釈はねラテンの解釈に ね、 そうですよね全部ね、うん、今回なんでコロンビアのクンビオかと の、はいはい、実際これコラボレーションなんですよね。あ、なるほどね、うん、あ、なんか、まあ、合うわけですよね、はい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 、そういう意味ではね。そうそうそう、はい、まあ、ビートがねやっぱりもろな、うん、洋楽系だとちょっとビート感が民謡とはちょっと違うんだけど、ね、ちょっと違いますよね、うん、面白いですよねこの感覚はね。ガジャの中でもラテン音楽系っていうのはなんか割と共通してる部分が、ね、ありますよね。多分なんかアフリカもなんかこれ合うんだろうなって気がしますけど。アフリカも合いますね、うん、なんかご友人の奈良さんとかに、うん、はいはいはい、この辺を振ると面白いのかもしれないですけど、ね、だから西洋音楽っていうのはきっちりとやっぱり整えすぎちゃってる部分があるんだよね。そうですね、なんかそこからだからジャズとかはやっぱり面白かったのかなっていうようなところはありますよね。トラジョ様はちなみに南部藩、盛岡地方ですね。南部ですね。だからなんかあの辺も青森と盛岡って無理やり戦後ボーダーを県として作っちゃったから、やっぱりこう青森県の南部の方たちって感覚はやっぱり南部藩盛岡よりっていう気がしますよね。八戸は南部だもんね。そうですよね、はい、まあ、言葉も全然ね全然違うし、この津軽行っちゃうともうまた分かんなくなっちゃうんですよねさあ、朝木さん今日は民謡クルセダースってことなんですけども、はい、今日はね私はちょっと追悼でかけようかなと思って、クリス・クリストファーソン、はい、さんが、9月28日に亡くなったんですね、うん、88歳。まあ、はい、カントリーシンガーとしてすごく、うん、知られてるけど、はい、もしかしたら映画のね俳優として役者としてすごく知られてるのかなって思う気もしますけど、なるほど、まあ、ヒット曲だとミー&ボビーマギーってジャニス・ジョプリンが歌った、はい、それのね、そうですね、オリジナルだったりするんですけど、で映画で僕見に行ったのはねスター誕生っていう映画見に行ったんですよ。これはバーバラ・ストレイザンドと共演してね。お、そうなんですね、うん、これなかなか面白い映画だったな、うん、まあ、そんなクリストファーソン、クリス・クリス・パーソンを今日かけるんじゃないんだけど、なくて、はい、前にもねかけたんですけどドニー・フリッツっていう人が、そう前もね選んでくれましたよね。そう、この人のファーストアルバムをかけたアルバムをプロデュースしてるのがクリス・クリス・パーソン。あー、なるほどなるほど。でその昔ね来日クリス・パーソンが来てる時にこのダニ・フリッツっていうのがピアニストで来日してるんですね、まあ、そういう関係で、まあ、彼のアルバムプロデュースをしたということで、ちょっとそれを今日は聞いてみようと思います。ダニ・フリッツで You're Gonna Love Yourself。Some men have abused you, and I guess that's why you think I'm gonna use you. You say you're gonna hate yourself in the morning if you wake up and find me gone, but if you give me just one more chance, I can prove you wrong. You're gonna love yourself in the such a beautiful world. You're gonna
ドニー・フリッツで You're Gonna Love Yourself in the Morning でした。渋いですね。渋いですね。渋い声してます、はい、でね、ドニー・フリッツはそのクリス・クリストファーソンのが主演した映画にもちょこっとね、うん、役者として出てるんですよね。本当にいい声ですね。私すごく好きですね、うん、いいですよね、うん、まあまあ、そんなクリス・ファーソンが亡くなったということで今日ツイートで献杯ですね。献杯ですね。番組としては ね、はい、もう本当ね、生まれた時に祝杯で、そう、死んなくなって献杯ですね。亡くなった時に献杯って ね、本当ですよ。ということでね、まあ、今日は民謡クルセダスとこのドニフリッツっていう感じでお送りしますが、はい、さてさて、お待ちかねでございますビールコーナー。はい、ロース乾杯。これさっきからちょび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 飲んでますけど、美味しいですね、このビールね。美味しいからビールの紹介する前になくなっちゃいましたなんかこれはあれですね、本当あの感じとしては喉越しはどうのこうのっていうよりもこれ美味しいっていう感じ、うん、なんか本当に、あ、美味しいなっていうね、うん、そういうビールですよね。食べてる感じがありますね。素晴らしい、そう、あの、ね、本当素晴らしい表現ですね。あのまさにこれは液体のパン、はい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 、と言われるようなあのジャンルのビールです、うんうん、で今日はあのビールはまあエールかラガーかと分かれますが、はい、今日はエール、ジョメ発酵ですね、はいはい、でビアスタイルはヘフェバイツェンですね。あのヘフェバイツェンですね。ヘフェはドイツ語で酵母、バイツェンというのは小麦のという意味でしてですね、その名の通り小麦のビールなんです。で、まあ、起源は南ドイツ、うん、ミュンヘンのあたりが起源っていうビールのスタイルなんですけれども、まあ、ブルワリーの名前はこちらですね、サンバルド、サンバルド、うん、バルド、バルド、ドイツ語なんでバルドですね。バルド、はいはい、で、太陽の森っていう意味ですかね。サンバルドっていう意味ですね。1903年設立のブルワリーっていうことで、うん、まあ、100年以上経っているブルワリーですね。でこれ発見したんです。日本でもちゃんと輸入されていて、でこのブルワリーが素晴らしいことは小麦のビールしか作っていない。お、まさにその一番の看板商品がこのサンバルドのヘフェバイツェン。これ一筋って感じ。この他にこれをろ過したクリスタルバイツェンとかいうのも出てきて、まあ、クリスタルっていうのはあの透明感があるっていう意味でのクリスタルから来てるんですけど、これ本当これは無ろ過ですね。これは無ろ過、濁っていて、ね、本当ね、うん、でこのバイツェンの特徴は特殊な酵母を使うことで、うん、この香りにちょっとバナナとかマンゴーとかクローブのようなこの結構スモーキーな感じっていうのが出るのが自然に醸し出されるのが面白くて、うん、何も足してないんですよ、はいはいはい、で今日藤井さんにお告げした時にこの泡が、はい、出ましたね、上にもこっと立体化してたと思うんですけど、はい、あれも小麦のせいなんです。なるほど、うん、小麦ってタンパク質が多いんで、うん、この泡を作ってくれるんですよ、はいはいはい、から小麦を使ったビールで期待できることは小麦の中に含まれているタンパク質、つまりアミノ酸がうまみになるんで、はいはい、だから美味しいっていうことを、すごい今日の藤井さんの感想はすごいあまりこう的確でそう美味しいんですよ美味しいねこれね。なんでなんかこう飲むっていうよりなんか食べる、うまい、そう、うまみっていうところにつながってくるところがやっぱりこうあって、はいはい、でまあ元々瓶で出してたんでしたけど、やっぱり最近なんか缶がこの飲料界ではすごくあのよく使われるようになっていて、はい、まあ、物流の時に軽いと か、まあ、そっか、アルミってやっぱりその後 100% リサイクルもされるし、はいはいはい、っていうようなこともあって使われることが多いんで、まあ、まさにこの100年以上経っているブルワリーもかつて絶対瓶だったと思いますけど、最近缶の充填ラインを導入したんでしょうね。あ、そうなんだ、うん、まあ、そういうことで日本にもちゃんと輸入されています。サンバルドヘフバイツェンですね。美味しいですね。アルコール度数は 4.9% ですね、まあ、でまあ通常ですねって言ったところで、まあ、美味しいんですよ。ので小麦を 50% 以上使うことがバイツェンっていうことの条件にスタイルとしてはなっていますが、はいはい、まあ、我々こう身近なところですと小江戸ビール、はい、白
白っていうラベルですね。これがヘフェバイゼンになりまして、まあ、私たちのヘフェバイゼン白もあのワールドビアカップで銀メダルをいただいたりとか、うん、あのとても品質にもあの業界でも評価をいただいているので、はいはい、あのあなんか飲んでみたいなと思われた方は一番身近なところだと、うん、あのこのラジカー地域ですとね、はい、あの小江戸の白といったのが身近なバイゼンかと思います。確かにそう、小江戸の白はこの感じですよね。ですね。そうそうそう、はい、なので今一周しているのでスタイルで最初小江戸、うん、バイゼンとしては小江戸の白をご案内しましたけど、2回また小江戸の白じゃつまんないから、うんうんうん、まあ、今度別のブルワリーでしかも王道のドイツのといったことを今日はお持ちしました。でもこのタイプのってのは要するにもっといっぱいあるんでしょ、いろんなのね。あります、ね。でまあ、ドイツのブルワリー、ドイツの南部にはあのやっぱりブルワリーがあるんですけれど、はいはい、のこのヘフバイツェンを作ってるっていうのは、まあ、日本のブルワリーも好きですよね、うんうん、であの作りますし、アメリカなんかはまたもうちょっとこの優しい感じじゃなくて、はい、あの小麦を使ってもっとなんかホップを効かしたりとかっていう方向に行くんですけど、これはホッピーなビールじゃないので、そうだね、苦みもないし、だからホップ感なしですね、これむしろ本当になし。ただ泡を作んなきゃいけないんでホップ使ってますけど、うんうん、ホップの苦みはあんまり引き出さない。そうだね、うん、だからビール苦いから嫌いっていう方が中にいらっしゃいますけど、あ、まあ、特に女性のお客様に多いんですけどね、あのぜひあのヘフェバイツェン小麦のビールは飲んでみていただくと、うん、そうだね、うん、受け入れやすいかもしれません。いわゆるね、あのビールっていう先入観でね、あ、苦くてこう炭酸がガーッと効いてきてカーッとこう飲むみたいな ね、そういうのではないですね。ではないですね。なんかこうちょこちょびちょび味わいながら飲める感じ。そうそうそう、でなんかこういうのはね、なんですよ、あのこういうこう白ビールに合う料理っていうのがやっぱりあって、うん、あこれはなんか味わいがやっぱ地味深いもの、はいはい、あの旨味があるようなものっていうのがやっぱりいいんですよ。なのでね、ぜひいろいろ探索してみていただければ。これ飲んでるとね、絶対その食べ物に到達したいんですよね。到達するんですよね。でもそれはさすがにこの番組上そうだね、うん、あのなかなかここに食材まで持ち込んでいったらこれ何やってるんだっていう話になりそうだから、もうそうなっちゃうとあのもう先進まないから、ね、進まないですね、なので、ね、まあ、いずれでもペアリングの話も、ね、もうちょっとリアルにしていくと面白いんだろうな。甘エビとかね、ホタテとか、これ自然にああいうなんか旨味甘みがある食材ってあるじゃないですか。今だったらキノコとかもいいと思いますよ。いいですね、うん、合うと思いますね。あ、これに甘エビ、甘エビ、ははそれって甘いも思いつかないね。そう、でも意外と、まあ、あの欧米にはもちろん甘エビを食べるカルチャーなんてないので、うんうん、これ日本から発信できることかと思いますね。なるほどね、はい、いやいやいや、いい感じですよ。今日もヘフバイツェン、はい、サンバルド、サンバルド、美味しいビールいただきましたね。これはこれなんか割とトントン ものを飯を食う感じで飲めます ね。なんかこう夏の時にはもっとこうレモンを絞ったりして、そうするとすごいフレッシュな感じになって美味しいんですけど、まあ今の時期はそうじゃなくていいと思うんですよね。ああそうか、涼しくなってきてますからね。これは美味しいですね、はい、まあ、小江戸の白と、ね、白も味わいたいって感じになってくる、はいはい、こうなると比較シーンとかも楽しいかなみたいなね、ところになると思います。今日も美味しかったですね、それではじゃあ続きまして美味しい音楽、美味しい音楽いきましょうということで、うん、今回は南米と日本の民謡の掛け合わせ、南米に特化してるんですね今回ね、というところで南米でいきますということで、はいはい、民謡クルセイダーズでマンボネグロ大作戦。
民謡クルセダーズでマンボネグロ大作戦でした。もうすごいですね、マンボ大作戦、ネグロ大作戦、大作戦、はい、すごいね。まあやっぱすごくラテンに特化してますよね、だからね。そうですね、うん、このなんかミニシングル版みたいな、うん、ちょっとしか入ってないやつなんですけど、はいはいはい、こいつはでも本当にラテンに特化しているアルバムですね。そうですね、ミニアルバム、はい。もともとだから結構ラテンでいろいろ活動してた人が結成してるんでしょうね、まあ、そこの要素はやっぱりあるんですよね。当然そうですよね。なんかやっぱり意図して融合している感じですよね。まあでも本当はあのラテンはあの融合しやすかったっていうことだよね、本当ね。ラテンは融合しやすかったと、まさに本当にそうですね。本当そうですね、まあなんかでもね、いろいろやっぱ民謡ってさ、結局すごく、まあ、私たちのね身近にあって、まあ、目にしみてるもんじゃないですか、ね、さっき言ったお林ね、町のお林なんかそうなんだけど、だからなんかその例えば僕なんかはもうずっと洋楽聴いてやってるじゃないですか。そうするとね、やっぱりすごくね違和感を感じた時代があるんですよ。なるほど、うん、いや洋楽ずっとやってて、でもこれなんか民謡とかやっぱりそういうルーツの方がすごいなっていう、そっちをさっと探った方がいいんじゃないかみたいなことありますよね、思ったこともあってね、うんうん、だから例えば英語で、ね、なんかソウルナンバーだとかブルース歌ってても、うんうん、なんか通じない部分があったりとか、 そうですね、そのもどかしさもあって、でも民謡ってなんかもうその地方地方にすごい根付いてて、ね、その土地の人が受け継いで、ね、まあ、まさに、まあ、フォークロア英語にするとですね、やっぱりこれ伝承ですもんね、これなんかそうね、出来事とか、うん、その感情の伝承みたいな。だからまあそんなね、なんかね、こうなんかなってもやもやしてた時に、あの大阪のね河内音頭っていうのにね、うん、僕出会ったんで、うん、その時にね、こう現在進行形なんですよね、エレキとかエレキギターも取り入れてそういうことやっちゃう、面白いですね、これすげえなと思ってね、まあ、いわゆるほら時代が止まって継承してるだけの民謡じゃないから、うん、そうだね、うん、それはねすごくね面白いなと思ったんだけどね、まあ、そういう意味じゃさすが大阪ですね、そういう感じはね、そうなんですよ、うん、エレキギター普通に弾いちゃってますから ね三味線と太鼓と、ね、そうなんだ、あのねもうなんかどんどんニューウェーブになっていく感じが、うん、あのシンセサイズ入ったりとかね、そういうのもあってなんかすごいですよ ね、すごい、まあ、本当そういうあの面白さもあるんでね、やっぱこう自分たちの原点を、ね、うん、振り返るっていうのはすごいいいなと思って、まあ、まさにルーツミュージックですね、はい、さあさてさて今日は、まあ、クリス・ファーソン追悼ということで、彼がプロデュースしたあのダニ・フリッツのアルバムから聞いてますけども、次にお送りするのはちょっとなかなか結構しっとりとあの染み入る曲です、はい、それではドニー・フリッツでレインボーロード。Judge.
song. Living with this ball and chain, I had to wear a number before they ever knew my name. And like my dreams, I'm growing old, but still we sing about that rainbow, ooh, rainbow. ドニー・フリッツでレインボーロードでした。渋いですね。渋い、はい。まあ、このアルバムね、本当前編ね、もう渋い曲なばっかなんですけどね、うん、これ1974年に出た、まあ、あのドニー・フリッツのファーストアルバムなんだけど、うん、まあ、プロデュースがクリス・クリストファーソンで、これがもう本当に僕もね、大昔にこれはあの輸入版で買ってたんですね。で、まあ、何だろうな、もう昔でもね、これやっぱ幻の名盤とかっていうことですね、廃盤とか、うん、でその頃はそんなにあの別に珍しくもなくて、あの普通に買えた、安く売って出てたんですけどね、うん、それはでもやっぱなんかこのあれはなかなか手に入んないぞみたいな、うん、で名盤みたいになっちゃって、はい、で今日かけてるのは CD なんだけど、再発されてるってことですね。再発されてね、うんうん、これがあの本当この当時いろいろそういうのシリーズ出たんですよ。名盤探検隊、あ、そうそうそう、そう、名盤探検隊世界初 CD 化、なるほど、というね、まあ、うん、日本でこういうのを、ね、CD 化するのって割とね、そうですよね、多いですよね、うん、結構なんかコアな音楽ファンがやっぱり日本人にいるんですよね。そうなんです、結構多いですよね、うん、それかだからあとはヨーロッパだよね。そうですね、でも日本はその辺はすごく抜きに出て、うん、そういう再発発掘感ありますよね、してますね、うん、やっぱなんかそういう音楽好きが結構強い人いるね。そうで、なんかあとやっぱりアメリカとかだと音楽とか完全にエンターテインメント化してるじゃないですか、はい、そうですね、なんかちょろっと再発しても、うんうん、売れないよねみたいなやつは多分あんまりあの確かにね、業界側がそんなに燃えないんじゃないですかね、うん、まあまあそうだよね、アメリカで考えたらもう売れるものしか出さないよっていう、そう、もうビジネスっていうのがやっぱりアメリカの最近の音楽は特に強いと思いますよね、うん、でも多分日本だとね、これ少ないロットでも出して OK っていう、で OK で知る人ぞ知る人が盛り上がるっていう感じのなんかそういう、こうミュージックカルチャーがある気がしますね。そうですね、うん、今でもだって結構レコード屋さんで今もなんかこう探してる人結構いますよ。最近またアナログがもう復活してブームでしょう、ビナイルっていうようになってね、うん、はい、すごいすごい、はい、ね、あの餌箱をあらさ、そう、ああいう感じっていうのがねでその日本のあの例えばアナログの盤に関して外国人も今すごくあの探してる人めちゃくちゃいるみたいですね。ですよね、うん、なんか面白い、なんかやっぱり一種こう、まあ、アートとしてもやっぱりあの LP のでかいやつは良かった、うん、そうそう、やっぱ30センチ四方の中 の、あのビジュアルのね、あれアートですからね。ね、本当ですよね、そうそう、ジャケットっていう、ね、だからあのアンディ・ウォーフォールのバナナもね、本当あれがあったからこそですよね。そう、30センチだったからこそあれね、うん、あれだからね、本当、いや、ということでね、まあ、今日は私はドニー・フリッツ、ドニー・フリッツでしたね、お送りしました。いい感じです。さあ、今日は本当はですね、もう、まあ、自分のルーツとはみたいなことを考える、ね、考える民謡だったんですけど、うん、まあ、ビールはビールでやっぱり結構あの古典、あの最近のものではなくて、はい、まあ、白ビール
ドイツ伝統みたいなものですけどね、うん、はいはい、まあ、これやっぱりあの言い忘れましたけど、ホワイトソーセージって知ってます？あれですね、白いやつ、はい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 、あれドイツ人は皮を食べないみたいですね、中だけ食べるんですよ、うんうん、で感覚は日本で言ったら多分魚肉ソーセージとかに近い、はい、あれ柔らかくて、あのそうだね、そう多分だから日本の魚肉ソーセージはそれをちゃんと調べてないし、はい、あの私の印象だけだけど、おそらくバイスブルストってあの白ソーセージがモデルになって作られてる気がする。あ、なるほど、はい、皮がないやつね、皮がないやつ、外があのビニールっていうかなんかね、そうそれを完全に剥くわけですから、ね、剥いて食べるって言うとなんか近くないかなと、味わいもなんかそう言われてみればなんかそういうあの同じですね、システム的には同じ系統ですよ ね、 そうね、うん、誰が考え出したんでしょうね、ちょっと調べてみよう今度、はい、魚肉ソーセージも美味しいよね、魚肉ソーセージもあのこれもなんか日本の偉大 なんか発明だと思いますよ、そうだと思いますよ、うん、普通ソーセージって言って中身何って魚って言ったら、ってね、うん、なんかあれジャパンですよね、ですね、うん、面白い、なんかこういうのがなんか日本のフュージョンしていく感じとか、うん、オリジナルは他国だけどあの発展していくパターンの元祖みたいなものの一つかもしれませんね、はいはい、面白いですねそれもね、そう、はい、ということで、まあ、じゃあね、まあ、日本人のルーツ、日本人のルーツ、これは明治期 のふざけた感じですけ ど聞いてみましょうか、はい、はい、はい、じゃあ「ミオクルセイダース」で「オッペケペーブシ」民謡クロセダスでオッペケペ節でした。これオッペケペって言ってるだけなんですけどね。オッペケペって言ってるだけなんですけど、これ明治期に
川上音次郎さんが歌ったやつは、はいはいはい、もうちょっと結構あのメッセージがある。そうですね、要するに風刺したりとかね、うん、でなんかすごくいいのが心の自由に種をまけとかね、なんか言ってんですよ。なんかその明治に入って、はいはい、ただただスタイルだけ西洋かぶれしてってのどうなんだみたいなのが、うん、そういう風刺なんですよね。おっぺけぺね、おっぺけぺ、まあ、そういう時代のも面白いね。明治期のね、明治期の本当に、うんうん、無理やりこうなんか何か世界にこう、うん、追いつかなきゃっていうからね、時期ですよね、うん、なんかでもそういう風刺っていうのがなか今はね、ほらなんかいろいろな音楽媒体でできるんだろうけど、ね、昔はそんなになんかやるとこもなかったんだろうからね。そうなんで本当にあのすぐにやっぱり統制されちゃうでしょうし、ね、そうですよね、うんうん、生な音楽ってそういう歴史もありますよね、うんうん、まあ、結構でも民謡クロスダスもなんかアルバムもうこれ何枚か出してるでしょ。そうですね、まあ、そんなにあの多作じゃないと思いますけど、うんうんうん、何枚か出てますよ。 3枚かそこには出てると思うんですけど、うん、まあ、まだ僕は見てないんですけど、はい、うん、一度あのステージ見てみるの面白いかもしれません。なるほどね、うん、まあ、本当あの結構あの、まあ、ピーター・バラカンさんがすごくお気に入り で、 そうです、ね、番組でかけたりはするんでね、はい、まあ、耳にはしてたんだけどね、はい、うんうん、まあ、いろいろ本当ルーツ、ね、自分のルーツは何なのかっていうのは、ね、やっぱすごくアイデンティティとしてね非常に重要な部分で、いろいろねこう好きなやつを追いかけるのはいいんですけどね、そういったところはきちんとやっぱりベンチマークしておくって言ったのってやっぱりいいのかなっていうとか、うん、でもお囃子とかもなんか本当ぼーっとしてたら途絶えちゃうのもあるじゃないですか。いやそうですよ ね、 ね、だからなんか大事にしていかなきゃなっていう、そう、まあ、川越祭りとかはね、まあ、盛大な祭りなんで、そう祭り自体は、まあ、衰退はしないだろうけど、でもやっぱ後継者問題ね、そう、うん、で川越自体はやっぱり結構特殊な環境かもしれないんですよね、こういうそういったところに身近に触れられるっていうことはね、で、うん、で大体だって今出汁の数が多いわけだから、そうですね、それの出汁の数だけお囃子をやる人間がいるわけですから、そういうことですよね、うん、まあ、それをね受け継いでずっとやっていくっていうのも大変なんですよね、まあ、私もあの林の会長なんで後継者問題ね、そう、子供をどんだけ集めるかとかね、だから何かこうね本当そういうこう興味を持ってもらう接点作りとかっていうこととかも、うん、今みたいなやっぱ民謡にかっこいいじゃんみたいな、そうだね、そういうようなのってやっぱり一番身近かもしれないですよね、そうそう、うん、まあ少子化もあるんで、そう、まあ、あのちょっとね子供がいっぱいいるエリアもあればそうじゃない街中っていうのもあってね、うん、そう、その話も伺ったことがあります。そう、難しい、うん、でも子供もねやっぱりちっちゃい頃から慣れ親しんでてね、すっごいやりたがりの子もいるんですよ、うん、そうするとねやっぱねおじいちゃんがやってたとかね、ああ、うん、まあ、一種運命みたいな感じですね。そうするとね、うん、あの本当上手、うん、まあね、まあ、今年の祭り終わっちゃいましたけどね、そうですね、またでもな祭りを、ね、境に1年始まるっていうそういう感覚もあるんで、まあ、次の祭りがどうなるかですけど ね、 ですね、はい、まあ、楽しみですが、小江戸ビール的にはあれですか、年内は小江戸ビール的には年内は、まあ、あとはもうあの麦の時音楽祭が終わったので、はいはいはい、あのそういう意味ではあのこれから大きなイベントごとっていうのはしばらく、そうか、はい、まあ、ちょっとね冬の時期になります、ね、まあ、冬の時期にも美味しいビール飲んでっていうことで、はい、今度は濃いやつを紹介していきますから、ね、まあ、今日もね濃いやつ、はい、サンバルド、はい、ムドカ、はい、美味しかったですね、はい、パーソナリティは藤井浩一でした。そして小江戸ビール代表の朝霧重治でした。ともしや音楽堂、この番組は小江戸ビールの提供でお送りしました。さあちょっと肌寒くなってきましたけどね、でも今日もバイゼンで乾杯。 乾杯。